はが聞く人の話をしたから今度は聞こえる人の話をしようかな心霊体験ってさこういうのが多いよねはいに遭遇して姿が見えたと思ったら一言ゾッぞっとするようなことを言われて終わりみたいなパターン 今まで僕が語った話の中にもそういうのあったでしょまるで怖い話のテンプレートみたいだよね。でも、この話を聞いた時に全部が全部そういう話じゃなかったんじゃないかなって思ったよ。咳の音。知り合いの知り合いから聞いた話。その人は、 いわゆる見える人だったけれど、同時によく聞こえる人でもあった。この世の存在じゃないものの姿が見えるよりも聞こえることの方が多いそうだ。例えば交差点を歩いていたら、かんだかい叫び声が聞こえたかと思うと、急にプツッと止まった。辺りを見渡しても事故なんか起きちゃいない。不思議に思っていたら、渡り終えた時に電柱のそばに花束が添えてあった。 とある地方へ出向いたとき、遠くから大勢の赤ん坊の泣き声がするな、と思ってたら、近くに水国用のお寺があった。とまあ、こんな風に聞こえやすい人なんだよ。見えるよりは。その人が親戚のお見舞いで病院に行ったときのこと。親戚が老衰によってほぼ寝たきりになっていたから、お見舞いはすぐに済んだ。顔を見に来ただけのようなもの。 付き添っていた親戚と立ち話をしてから、すぐに病室を出て帰ろうとした。その会は、いわゆる、週末病棟なのか、そういう人たちばかりが入院しているようだった。どの部屋も、もう先が長くなさそうな人たちばかり。独特の匂いが漂ってる。早くここから離れよう。そう思いながらエレベーターに向かって歩いていたら、激しい咳をする音が聞こえた。 食べ物でも詰まらせたんじゃないかってくらいむせ返ってる。音のする方を探したら、どうやら突き当たりの病室の方から聞こえてくる。おいおい、これはまずいんじゃないのかいくらなんでも心配になって、病室を覗きに行ったら、妙な光景が目に飛び込んできた。部屋の中にはベッドが二つ。 どちらも仕切りのカーテンは開いていた。けれど、誰もいない。なのに、激しくむせかえる音はやまない。<笑><笑>どういうことだベッドの向こうに倒れているのか病室に入り込んで、ベッドの両側を確認したけど、やっぱり誰もいない。ふと、気がついた。あ,あ、そういえば病室の入り口に、名前が貼ってなかった。 それにこの音、むせ返っているんじゃなくて、辛そうに呼吸している音だ。<笑><笑>途端に怖くなった。あれこれってもしかして、やばいやつじゃ。顔から血の毛が引いた瞬間、病室のどこからか聞こえていたはずの音が、耳元で聞こえた。<笑><笑>ああ、やばい。 逃げ出そうと入り口に向かって振り返った時だった。お前はいいよな。普通に生きできて。まるでバラバラの音声を継ぎはぎしたような抑揚のない声だったそうだ。どうかされましたかあれ気がついたら看護師さんから声をかけられていた。病室の真ん中でぼーっと突っ立っていたそうだ。さほど時間は経過していなかったらしい。 あ、えー、っと、なんでもないです。そうですか。エレベーターはあちらですよ。看護師さんは妙に淡々としていたそうだ。何か前例でもあったんだろうか。そう思わせるような口ぶりだった。ああ、どうも。突っ立っていたってしょうがない。狐につままれたような気分で、病室を後にして、エレベーターに入って、扉が閉まった瞬間。<laughs> <laughs> エレベーターの中で、またあの呼吸音が聞こえた。ああなんだよもう勘弁してくれ結局、病院を出るまで、耳元で呼吸音が聞こえていたそうだ。その人はこう言ってた。よく怖い話で、一言聞こえて終わりってパターンがあるけど、あれはきっと気づいていないだけなんですよ。聞こえた後にだって、 きっと会議はついてきてるんです。僕は幸運だった。病院からは出られないのか、出た後はあの呼吸音は聞こえないですからね。もしかしたら今もついてきていて黙っているだけなのかもしれないけど。